はいどうも、 VIP です。やってきました VIP です。よろしくお願いします。 VIP です。はい、ということで本日なんですけども、巨人優勝おめでとうございます。まあ僕ね、巨人ファンと中日ファンということで、まあ非常に嬉しいんですけども、まあ中日ドラゴンズもね、クライマックスシリーズ行って頑張ってほしいかなと思います。はい、ということでですね、本日の企画はまあそちらにちょっと乗っかりまして、こちらをどうぞ。巨人優勝メンバーでリアタイやってみたです。はい、再現してみたかな。うん、優勝メンバーって言っても、優勝した時の先発メンバーでリアタイやってみたっていう企画ですね。はい、まあ見てもらった通り、まあちょっとオーダー乗しときましょうか。まあこんな感じでね、もう再現しております。はい、レフトの重信選手だけちょっと適性がなかったんでね、ちょっと適性 E なんで取れるか分かんないですけど、まあファースト大城、セカンド田中とね、まあ再現させてもらいましたと。で DH の方がちょっとセリーグないので、阿部選手を一応置かせてもらいます。でピッチャーなんですけども、ピッチャーがね、ちょっと戸郷選手が実装されてないということで、菅野さんでいきたいと思います。はい、ここはちょっと負けたくないので、はい、単純にね、本当は昨日高木選手も投げてますし、まあ、沢村選手、中川選手も投げてるんですけど、まあ、ちょっと中継ぐかはちょっと分かんないですね。はい、そんな感じでちょっとね、リアルタイム対戦やっていきたいと思います。はい、なるべくメンバー変えずに代打も送らずにやっていきたいと思いますんで、はい、ではやっていきましょう。はい、やってきました。先行ですね。相手のピッチャー、ボルシンガー選手で亀井選手。ちょっと特訓とか全然できてないんでね、限界突破も。そこなんですよね、打てるかな。これシンボル？シンボルって紙ボルって書いてシンボルって言ってる人おるけど、新しいボルシンガーのことね。縦スラガーも落ちないんですよね。なるほど、そうですか。いやー、そんな落ちるんや。そっか、やばいな。よし、頑張ろう。坂本選手ホームランを取ってほしい。ぜひお願いします。まあ間違いなく MVP でしょう。さあマリュ、さあツイルよ。あ、ツイルってツイストするよってことね。ごめんなさいね。オッケー、見極めれてます。ツーシームストレート見極めれてます。あ、行けばよかった。わお、ちょっと回転キモね、キモくね。やってもた。あー、ストレートが頭にありすぎる。よし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 、よく手を出さなかった。やってもうた。また下手なってるとか言われるんやろな、コメント欄でも。めちゃくちゃ言われてるんすよ、下手くそって。アウチ、取って、うん、下手くそになってますけど何か。うん、もうほんまにね、難しくなってる。リアルタイム対戦が打つのがね、うん、いや難しくはなってない、多分簡単になってると思うんですよ。打率7割の方も増えてきてますし、やっぱりやらないとあかんねんなっていうことをつくづく思いましたね。まあ某有名なワイマン氏おるじゃないですか、大阪大会の決勝出たワイマン氏も、やっぱりやらなさすぎて打てないと言ってましたんでね。やっぱそうなんでしょうね。取って、なんで、なぜ、優勝メンバーでしょ。え、あー、そっか、キャッチャー古田さんじゃなかったんか。キッチー、あ、ちょっと待って、タイピンついてない。危ない、危ない、タイピンついてないのにランナー球投げたらマジで自殺行為やからな。フォークをストライクゾーンに投げるってマジで自殺行為なんですよね。あ、やば、危ねえ。よし、ついた、モータ、銀河鉄道、振りない、はい、振る。おお、しまげよ。えい、えぐ、ガーン、ビッグフライ、オータニさん。よし。まあ、焦ってないよ、僕は。うん。全然焦ってない。はい。全然焦ってない。よし、集中していこう。無言になるかな。うわ、やばい、この次重信選手なんだが。やばいぞ。よしよし、塁出てつないで9番阿部おるからね、安心しよう。そこは
さあ、重信選手、いけるよ、いける、ミートちっちゃ、うーん、まあ、簡単に打ってしまいましたね。うわー、いけたな、引っ張り警戒する必要ある？よっしゃ、ラッキー、ラッキー、走れ、走れ、よっしゃ、よっしゃ、よく外野フライにならんかったな、今、田中俊太選手、うわ、代打送りたい、めっちゃやばい、ちょっと待って。ここは勝ちに行きます、すいません、ここは勝ちに行く。なるべくメンバー変えずに代打も送らずにやっていきたいと思いますんで、はい、なるべくメンバー変えずに代打も送らずにやっていきたいと思いますんで、はい、よし、ちょっと集中します。うわー、ツーシームか今の。やった、また、最悪、ほんま最悪。さあ、隅田選手、つなごう。あー、危ねえ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 。はい。負けました。このままじゃ負けれない。このままじゃ負けれない。優勝するんだ。そうです、巨人は前の日は大逆転で負けてるんです。で、その次の日勝って、その次の日に優勝してるんです。はい、そうなんです、負けてからの優勝なんです。ドスコイで連敗を止めてます。連敗じゃない、ドスコイで負けを止めてるんですよ。止めさせていただきます。よしよし、いいよ、ドス。スピードボールを持っています。膝元への変化球、ボールです。次が3球目。あぶねえ、あぶねえ。よしよしよし、今回は絶対代打送らない。はい、先ほどのように王監督を代打に送って、ど真ん中の失投、ホームランを打てなかったクソ雑魚みたいなプレーはしないんで大丈夫です。はい、よしよしよし、頼むよ。ここ裏やからね、もう次の回5点取るぐらいマジで本気でいきたいと思ってます。本当にもう絶対優勝する、優勝とかないけど。よっ、サード、ナイス。ちょっと待って、高橋礼選手初めてなんですけど。打ちに行くぞ、めっちゃ。わ、シンカーね、何やろ、シンカーカーブスライダーかな、スライダー、オッケーオッケー。球遅いなけど、これ見分けれんじゃん。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。下手じゃないよ、うん、下手にはなってない、大丈夫です、皆さん安心してください。はい、あー、これカーブね、オッケーオッケー。ちょ、やばいな、ほんまにボール球って出んねんけど、めっちゃ。おおおお、あぶねー、変化でマイナス1ね。うわー、もうこれホームランできないんですよ、うん、今のホームランできない体になってしまってます。オッケー、さあ、何来る？集中！まず何を投げてくるか。おれい！おれい！高橋、おれい！さあ、4番、岡本選手。オッケー、変化でマイナス1、マイナス1じゃ、あ、マイナス1じゃね、ギリ。さあ、この勢いをこのまま続けることができるか。あれい、くそくそ。さあ、こっから調子上げていこう。うん、大城選手、重信選手まで回そう、攻めて。よし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 、重信選手回ってきた。さあ、重信、足速いよ、内野安打あるよ。ボール、オッケーオッケー、ボール、よし、次ストレートくるわ、次もうストレート張ろう。オレイ抜けて、あー、パワーがない。今のがパワー80やったら抜けてたんじゃないかというような打球。よし、シャゴさんよ、ここで楽しいな、純正はやっぱり、うん、優勝できそう。危な、びっくりした今、青ざめたわ一瞬、青ざめたろう。
ナイスボール。この1点を最後までは終わるのじゃない。高いな、ダメよ。おっ、よし。わあ、怖っ。広角打法ついてるからね。このアウトコースから、こう、なんていうかな、ボール球からストライクになるスライダーってなんか最近よく打たれるんですよね。シャイウィニングボール。おっしゃー、はい、ということで優勝しました。ありがとうございました。